皆様、こんにちは。8月29日生まれの方、お誕生日、おめでとうございます。8月29日の誕生花は、サルスベリ、ケイトウ、クローバー、エゾギク、周回道です。これらの花々には、魅力的な特徴と、興味深いエピソードがありますので、一緒に探っていきましょう。まず、サルスベリ。この花の花言葉は、優雅な美しさです。原産地は、中国と日本です。学術的な特徴として、サルスベリは木星科に属しており、淡いピンクの花を持っています。興味深いエピソードとして、サルスベリの名前は、日本で猿がこの花をめでていたという伝説に由来しています。次に、ケイトウ。この花の花言葉は、温かい心です。原産地は中国です。学術的な特徴として、ケイトウは赤坂に属しており、鮮やかな赤やピンクの花を持っています。面白いエピソードとして、ケイトウは中国では非常に人気があり、その美しさと鮮やかな色が文化や伝説に読まれています。続いて、クローバー。この花の花言葉は、思いやりです。原産地はヨーロッパです。学術的な特徴として、クローバーはマメ科に属しており、小さなピンクや紫の花を持っています。興味深いエピソードとして、四つ葉のクローバーは幸運の象徴とされています。そして、エゾギク。この花の花言葉は、美しさです。原産地は、北アメリカです。学術的な特徴として、エゾギクは、菊科に属しており、美しい紫や、ピンクの花を持っています。興味深いエピソードとして、アスターの花は、北アメリカでは非常に人気があり、多くのガーデニング愛好者に愛されています。最後に、周回道。この花の花言葉は、永遠の友情です。原産地は、中国です。学術的な特徴として、周回道は菊科に属しており、鮮やかな赤の花を持っています。面白いエピソードとして、周回道の花は中国の詩や文学にもよく登場し、その美しさが読まれてきました。それでは、これらの花々から得られるメッセージを簡単にまとめます。サルスベリからは優雅な美しさを、ケイトウからは温かい心を、クローバーからは思いやりを、エゾギクからは美しさを、周回道からは永遠の友情を学ぶことができます。私たちの生活にこれらの花々のメッセージを取り入れ、素晴らしい一日を過ごしましょう。皆様、ありがとうございました。